はいどうも、エテです。9時です。おはようございます。本日仕事終わりで今帰ってきてね、実況撮ってるわけなんですが、9時1分になりました。はい、ファイヤーエンブレムのね、なんかヒーローズ、っていうのがね、なんか始まったらしくて、な話にはね、あの職場の人がね、言ってたんですけど、どうやらファイヤーエンブレムのアプリが出るらしいよっていうことで、まあ実は隠してたんだけどね、で実はエンブレマーなんでね、本当兵庫県を代表するエンブレマーとして、ちょっと名の通ったねエンブレマーなんで。それはやらんといかんでしょうということで、ちょっとやってみたいと思います。はい、数々のね、数々のファイヤーをねエンブレムしてきたんでね、ちょっと やってみますね。はい、眠たい。最近帰ってくるとすごく眠たいんだよね。何？アイコンパッチ利用許可します。音出てんの？これ。音出てます。音うるさくないか、これ。どい。なんか、普通に、ちょっとだけ画面、何これ、任天堂アカウントと連携済みのセーブデータから再開引き継ぎを行う場合はここで連携してください。ゲーム開始後は再開引き継ぎできません。初めての人も任天堂アカウント連携で、マイ任天堂からお得なギフトがもらえます。任天堂アカウントとの連携に任天堂アカウント連携13歳以上。もうなんかおじいちゃんじゃん、これ完全に。完全におじいちゃんじゃん。27とかはもうおじいちゃんなんだね。まあ、ちょっとわかんないんで今は連携しないでいきます。ファイヤーエンブレム。はい、うるせえ。うるせえ。ちょっと待って、これ行きましょう。歌わんでええわ、うるせえ。これ歌とかつい歌ついてたんだね、これね。歌、歌詞付きなんだね。あなたの名前をエクラとかちょっとやめてください、勝手に。そんなやめ、いきなりエクラとか言われても。どういうことダメなん？エクラじゃないとダメなん？これエクラじゃないとダメなん？これエクラでいいや。じゃあなんでエクラじゃないんだけど、エクラなのかもしれん。もしかしたらエクラなのかも。これ飛ばしていいか。飛ばし、多分ね、こういうのチュートリアルのなんかとかだと思うんだけど、やっぱりチュートリアルだね。あ、普通にファイヤーエンブレムなんだね。行くわよ、出撃よ。ちょっとけど、攻撃よ。そのマップは小さいけどマップは小さいけど、そのちゃんとエンブレムだね。
へえ。うわあ、エンブレムだ。エンブレムだった。予想以上にエンブレムだったわ。けどこれ死んだらさ、やっぱエンブレム特有の完全に死亡みたいなあんのかな。うん、ボール違う、ビオール。いや知らないよ、召喚してないよ、知らんよ、知らん。弓は一マス離れた敵を攻撃できるわ。はい、まあ、だいたいわかるよ。貴族的にね。こうしたい。え、どういうこと。ああ、こう貴族的に、ね、え、どういうこと。承知したよ。それうん、弓で削ってね、弓で削って近接で仕留める。攻撃できん。ちょっと死ぬんだけど。奥義何回かの戦で1回。大きい。まずは弓で、ね、もうめちゃくちゃ邪魔なんだけど君。ああ、こういう場合は弓でめちゃくちゃ邪魔なんだけど。これ死んじゃうよ、これ。危な。ちょっとこの今の戦いはちょっとエンブレマーとして認められないわ。今の戦いはちょっと一番やっちゃいけない戦い方だからね、今のは。いやけど、このアプリに関してはちょっとまた話は別なのかもしれんね。召喚のおかげで、はい。なんかね、ちょっとだけその、配信をさ、生配信ニコニコでね、ちょっと見てたんだけど、なんかリセマラしてる人がいてさ、あエンブレムはかなる時を越え、そのリセマラしてる人が結構簡単にリセマラできるらしい。まあ得手はね、いやエクラの得手はね、うん、そのリセマラなんてしないけどね。基本的にエクラはそのリセマラはしない。それをね、うん、ポリシーにアプリ系はやっておるのでね、うん、今回もいくらね弱くてなんか細い、もう細い、もうちっちゃい、もうもやしみたいなやつが出てきたとしても、ではそいつを育てる、うん、できればね、このルキナちゃんとかリンちゃんとかね、草原のなんかリンちゃんね、うん、うるせえこの歌。僕がやるよ。あ、帰れた。大丈夫よ。あ